最近は初めてホロライブをしてドハラマリし、コロさんが初めての推し VTuber になりました。え、ありがとう。コロさんが初めての推し VTuber ね。じゃあ、これからもっといい子に出会っていくと思うんだけどさ、心移りしないでね。ダメだよ。他の子見たらさ、やっぱ目移りしちゃうんだよね。それわかるの。なんかやっぱさ、ずっと同じ女だとさ飽きるじゃん。だからさ、あ、ちょっと、あ、この子いいかもみたいななっちゃうんだよね。やっぱコーニがさ茶髪の女じゃん。だから、あ、ちょ待って、え、あ、へえ、ちょっと金髪か、金髪の女は初めてだみたいなさ、あ、金髪いいな、あ、赤髪かみたいなさ、あ、なると思うんだよね。でも見なきゃいいのよ、それ。見るから他の女の魅力に気づいちゃうわけ、みんなはね。わかる？だから、気づかないければ、みんなコーネのとこにいてくれるわけ。わかるね？冷えじゃない。髪の色で決めてるわけじゃない？そうなの？でもなんかこうさ、見た目的な意味で言うとさ、やっぱ髪色が一番さ、なんか、変わったなってなるじゃん。だからさ、なんだろう、髪の色なのかなと思って。だってコラボで見ちゃうもん。確かに。でコーネが出てるとこ以外指で隠して声だけ聞くみたいな。じゃあ今いる人たちに聞くけど、コーネの何を好きになったん？声とか、やってるゲームとか、髪型とか、いろいろあると思うけど、それ聞いてもいい？センス、人柄、面白いところ、ゲームしてるところ、ゲームへの向き合い方、ラップのうまさ、口の形、あら、口の形なんて同じ子いるじゃん。笑い方、全部、髪型、ほら髪で好きになるんじゃんよ。そういう人は危ないよ。コーネのことをさ、見た目で犬だからとかさ、髪型三つ編みだからとか言ってるやつは危ない。もうね、すぐいなくなっちまうから。いなくならないで。もうね、株なら買ってる。株の話はあんまりねえ、ちょっと触れにくい。どこまで触っていいかわかんないから。株買った方がいいの？カバーの株って。株って儲かってんの？株って。コーネは株ワイルドやりたいな。どの株が今一番熱いのかみたいなのをみんなに教えてもらって。あ、それダメなのかな？それってさ、ダメなのかな？この株がいいよ、コロさん。分かった、じゃあそれ買うねーって言って。それ賭博になるのかな？株はダメか。やめて、じゃあ。そんな変なことしてこないで。やめてよ。やめて。なんでそんな誘惑しないでよ。謝ってよ。やめて。ごめん。いいよ。すぐね、なんかさ、リスナーさんってさ、なんか、すぐ謝れるから、偉いなって思う。あ、来月引っ越すの？どこ行くの？あ、まあ、個人情報聞いちゃダメだね。え、どこ行くの？それで。どこ行くの？